皆さんこんばんは。今日は金曜日なので夜中に配信したいと思います。ドラゴンクエスト10初心者大使第5期の金田伊吹です。今からプスゴンを倒しに行きたいと思います。ストーリーから見ていきましょう。いきます。なんだか結局いろいろ助けてもらっちゃったかな。ありがとう。吹様、もしかして今の聞いてた？私はただお礼を言っただけで、別にカムシカのことを認めたわけじゃないのよ。でもどうしてカムシカたちは私を助けてくれたんだろう。お母さんも死なせちゃったことを悪いと思ってるから？それとも私がカムシカの力を引き出せる風の利だったから？カムシカって変な動物だよね。風の衣はこの塔のてっぺんか。私先に行く。伊吹さんもついてきてね。皆さん夜中なのに眠い中見てくれてる方本当にありがとうございます。寝ちゃった人はまた見直してください。今 CM のこと言ってくれてる人いる。そしてまたこれは迷子スキルが発動しそうですね。とりあえず地下に行きますか。何ここ？立ち止まりだ。CM 見てくれた方がいるんですね。ありがとうございます。登ってみよう。そう、昔は髪の毛が長かったんですよ。皆さん微糖のコーヒー飲んで一緒に頑張りましょう。ちょっと皆さんにすぐにボスの戦いを見ていただきたいと思って頑張って自分で進めてみたんですけど、まだプスゴンは出てきません。ショックだな。すぐ出てくると思ったのにな。分かったのはあれですね。もうとりあえずボスの絵を描いてみたくて、この国のボスが何なのかネットで調べました。 そう、今日の絵は何にしようって思って、いけますかね。わ、やばい。でも勝てるかちょっと微妙ですよね。
ばい、これ私絶対やばいですよ。踊ってる場合じゃない私。サポート強いからいけますかね。なんか、できるかな。装備が甘かったという声が多いのですが。まあ一回は行ってみましょう。逃げよう。お、こんな時間に起きてて大丈夫なのかと。あ、ファン側にマイクが置いてると音が入っちゃう。いや、未成年じゃない未成年じゃないです、私。皆さん、今日は金曜日ですよ。夜更かししたっていいじゃないですか。もう実は20も2の年になってましてね。りゆきちゃんよりも私実は2つも年上なんですよ。あれ？これ上がれない。ん？そうですね、高校生役がやはり多いです。ちなみに、ハリウッド作品のザ・フォレストでは私中学生役を演じました。そう、まだ来る役が学生なんですよね。あ、そういえば大山さんは舞台で中学生役をやったそうですね。土曜日ですか。あれ？大山さんの舞台は見てないんですけれども、噂に聞きました。やはり先輩方の活躍はしっかりとできる限りチェックしています。あー、これあれどうやってつけるのかな。
そうですね、皆さんにぜひ私の出てる映画を見てほしいです。あれ、これダメだ、ここじゃない、ここじゃないぞ。わわわわ、どうしようどうしよう、わわわわ、もうハリウッド映画に出れるなんて自分もまさかそんな機会があるなんて思ってもなくて、まあ、でも実は私英語がとっても苦手なんですよね。で、だからオーディションの間は割とイエスとかイヤーとか、もちろんオーディションも英語だったんですけど、イエス、イヤー、英語聞き取れますかって聞かれたら、あ、リトルと答えるしかなかったですね。自分は舞台と映像どっちが得意かと言われると、まあどちらも、どっちがって言われるとまだ答え、それで答えられるほどいっぱいは出てないなと思うんですけど、映像の方で頑張っていきたいなとは思ってます。宝箱ありました？取ります。見つかっちゃった。おー、これやばいな。あ、初心者大使だけで舞台やるの楽しそうですね。あ、1しか聞かない。あ、ドラクエですよね、ミュージカルとっても大きいのやりますよね。全然オーディションとかは受けてません。めちゃくちゃ気になりますね。ミュージカルでシルクドソレイユ級って聞きましたし、ドアコ役あったら出てみたいですね。私は、オーディションでも言ったようにダンスが得意で、だいたい、実は2月にミュージカルに出たことがあって、ミュージカルってやっぱ歌と芝居とダンスとってあるので稽古の進行が早いんですよ。でダンスとかもう1回教えられたらそれで覚えなきゃいけなかったりして、だいぶ過酷な環境なんですけれども、なんとか前回はやってのけました。これからもミュージカルちょっと頑張って出れたらなと思います。宝箱さっき取りました、取りました。私多分、お、来ましたね。
この部屋の中に風の衣があるんだね。そしてこの扉が風の凛になる資格を持つ者にしか開くことができない扉。おお、開いたー。何この部屋。誰だ。ちっちゃい、意外と。あ、大きい。 この怪獣プスゴン様のスイートホームに土足で上がり込むやつは。なんてことだ、キュートだ。ただ可愛いだけじゃない、ちょっと毒のある人に抱きしめたくなるような身体のサイズ。こんな気持ちは初めてだ。俺といてくれ、ずっとずっと一緒に暮らそう。男？私どうしよう。困るわ、だってあなた怪獣だし、きっとお父様も許してくれないと思う。お前このキュートなハニーをよこせ。そっちかーい、そっちかーい。キキちゃんはダメ。ぐぬく。そっちかーい。なかなかやるな、エルフめ。何しに来やがった。私たちは風の衣を取りに。風の衣？くっくっく。お前たちがそうだったとはな。ちょうどいい。俺は風の衣を取りに来たやつを倒すように言われてるんだ。頼まれた仕事を果たし、ついでにマイスイートハニーを手に入れる。一石二鳥とはこのことだ。させーん。わお。あ、危ね。俺のウルトラハイセンスなインテリアが。ちょっとたんまな。あら。あらあら。模様替えしてる。これでよし。まずはお前から片付けてやるぜ。さっさとくたばりな。やめてー。はい、強いを選んでいきたいと思います。プスゴン。はい、後ろに隠れます。これ、イチゴだ。え、イチゴがやば、え、イチゴがなんかすごいことになって、危ない。全然ダメかもしれないです、これ。僧侶に。これめちゃくちゃ時間かかりそう。そうですね、長い戦いになりそうです、これ。
ャーン。マジカルポシェット？あ、旅がガンガンでもいいんじゃない？なるほど。全部ガンガン行く？僧侶バッチリガン、僧侶命大事にやってね。オッケー。え？うん。僧侶命大事に。そっか、これか。よし、黄色になった。こんなところで負けてらんない。今なんでパパスに攻撃しようとしたんだろう。呪文じゃないとダメだ。魅了されてたんですか？なんと。MP が足りない。また向かってった。やめて。上がった。あー、よかったー。あー、辛かった。ぐー、お前ら本気で俺を怒らせたな。男なのね、プスゴンは。俺の真の力を見せてやるぜ。お前なんてメッタメタだぞ。やめて。お？それあげるから。伊吹様にひどいことしないで。あらー、さっきまでの激闘は何？わかったよ。このハニーに免じて許してやら。
あらよ、マジですか、これ。あと広告、あ、ジェイソン・ザダさん、あれですね、ハリウッド映画の監督さんと、ダイモン・ウ・ポンコツさんから。いいの、てっちゃんがいなくても私はもう大丈夫だから。OK。てちちゃんがいなくても大丈夫だから。なるほど。綺麗。お母様の匂いがする。そうだ、こうしてる場合じゃないわ。早く帰って風送りの儀をしなくちゃ。アズラのみんなが待ってるんだもの。いぶき様ありがとう。私先にアズラへ帰ってるね。このいつも他のキャラクターのなんか、どっかに行くわとかどっかに帰るわの速さが尋常じゃなく速いですよね。私たちあんなに一生懸命ドルボードに乗ってきたのに。いぶきさんも私がやる風送りの儀見に来てね。お、紫色の宝箱が出てきたそうなので。超元気だな。そして、あ、鈴だ。道具、使うもの。思い出の鈴。なんか待ってって来てる。なんか私宝箱開けたし、もう思い出の鈴しちゃってやり残したことないですよね。あ、リレミットってまだないです。だから、あ、階段とこの宝箱を取らなかったっけ？忘れてたっけ？外出ちゃう。よし、出ちゃえ出ちゃえ。ん？